こんにちは、柴田です。今回はフェンダーアメリカンスタンダードのレアなストラトキャスターをレビューしたいと思います。おはようございます。何がねレアかというと、これねボディがねアッシュなんですよ。こういったアッシュのナチュラルのですねアメスタは非常に珍しいということで、今回ですね千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。1991年のものということで、非常に風格漂っております。90年代のものがもう30年以上前になるということで、いよいよねヴィンテージゾーンに入ってきたんじゃないかなというところなんですけれども、まあこういったものをね見てると、確かにねやっぱね90年代初頭のねギターはねいいっすね。ちょっと特徴をねご覧いただきましょうかね。まあ、先ほどお伝えした通りアッシュ材でナチュラル、そしてね塗装が薄めなねネックになってるんですよ。 R も緩めで結構ね近代的な作りですね。ブリッジも2点止めになっております。アメスタの特徴としては、この座繰りがね弁当箱になっているんですけれども、この弁当箱はね人によってイメージがね全然違うと思うんですけれども、個人的にはね非常に好きな座繰りで、まあ、何がいいかというと、いい材を使ったボディ、それで弁当箱のね座繰りはいい感じにねパコーンという風なね抜け方をしてくれるんですよ。まあ、ピックアップのね乗せ替えも P90 だったりとか、あとハムバッカー交換しやすいですよね。で特徴としてはですね、ボリュームトーントーンとなっておりますけれども、これがですね TBX のコントロールになっておりまして、まあ、これがですね、まあ、トーンなんですけれども、どっちかっていうとハイカットとかローカットのフィルターみたいなイメージですかね。センターを中心にハイをカットしたりローをカットしたりできるというところで、トーンよりも音色の幅はね広がります。そしてアメスタといえばですね、22フレットになっておりまして、フレットもね割とねちょっとミディアムジャンボなのかな、太めになっております。でアメスタ特有のこのオリジナルペグが乗っております。塗装もねいいっすね。ネックがね非常に握りやすくて心地いい。でジョイントはですね4点止めです。まあ、弾き心地もね鳴りもね完成度はねやはりね非常に高い。ピックアップもね程よいパワーで、まあ、テキサススペシャルほどではないんですけれども、しっかりとしたこれジャケット感もありつつ、ふくよかさもある、まあ、ほんとオーソドックスでスタンダードな感じのストラトキャスターです。いい感じで使用感はあるんですけれども、フレットはね結構しっかりと残っていて、ナットはね交換されてんのかな、状態はねめちゃめちゃいいです。ではこの後音鳴らしていきます。